フマン島観光ツアー第15話始まります。要塞を突破したところから、フォートモーナス市内、両軍が最も戦力を割き衝突した激戦区 N 地区。ここを突破されれば USN 軍の敗北は決定的。そんなわけで士気が高く OCU 軍は苦戦中。そこに現れたのは元地獄の壁隊長グリール隊員。全ステージに続きドリスコル登場。何やら気さくに話していますが、グリール隊員が乗る機体は坂田インダストリー製 B 型デバイス対応型大型機シーキング。おそらく復讐に燃えるグリール隊員にドリスコルが供与したのでしょう。少なからず恩義がある同階級というわけだ。なぜ1階の隊員が最新の大型機動兵器を自由に差配できるのか、なんでやろな。ママヤーロ、出撃上限は11機。いざ前期前進。ミッション16、2091年8月9日12時頃、フォートモーナス市街戦。敵はシーキング1、補給車の65時機3、プリソメア3、アルペチオ7の全16機。補給車とシーキングを除く13機のうち、実に10機がミサイラーという超遠距離偏重部隊。どこを進んでもミサイルが飛んでくるので、部位破壊による交代と即時破壊がとても重要。そうなると当然大型機は、格好の標的になってしまうというわけだ。一方的に撃たれまくり狙われまくり、見てるには白目向いて吠えまくり。片腕を失ったグロスターは、スイッチの恐怖も嘘で脅威半減。ただ片腕だけでは戦えぬと、誰が決めたのか。ある程度育っているナタリーならば、片腕だけでも殲滅は可能なのだ。あとは追撃されないよう、周囲のミサイラーを片っ端から V ハトンに追い込む。まずは1体、お次はヤンちゃん。見事に一発でミサイルぶっち抜き、できておるの。右下から移動するチームでダメージを与え、3機目を JJ で出ます。わーい、レベルアップだ。 JJ がレベル16に到達。めでてー。最後のクロスターの横に補給車を寄せて、次ターンでパーツを蘇らせましょう。 V 破損した敵はそそくさと補給車へ向けて後退。これでひとまずグロスターの危機は去った。あとは近寄る敵を同じように崩していか、わっせわっせ。あ、敵バッサー見っけ。いただきます。うん、スイッチさえ発動すれば激うまなのですが、やはりレベルが低いとそういうことはいきませんね。類破壊が求められると遠距離のガイドがまあ便利ですこと。マッセマッセ、焼き払ったぞ。ダメージを負っている餌を食べにクリントンにやってきた。全パーツ破壊は気持ちいいぞい。わーい、レベルアップだ。フレドリックがレベル20に到達。めでてー。前線をどんどん敵側に押し込み、いよいよシーキングが見えてきました。アタッカーはヤンちゃんやホムで対処。マッセマッセ、漏れた敵、類破損した敵はヌカルに見たくなる。わーい、レベルアップだ。ヌタリーがレベル23に到達。第2スキル、スピード習得。では前回手に入れた神器、セイグライフルをお披露目。レベルアップだ。そう、ジーネライフルはその破壊力もさることながら、大量の経験値が得られる神育成機能が大本命。一発当てればレベルアップ。これで前線から離れ気味だった2軍はあっという間に最強格。今回はナタリーをグロスター育成し、ツイレ育成を禁止。次は JJ を育成し、あとはフレドリック、イエヒュー、ロビーとフォルンナ。他は格闘と遠距離なので、そこまで行けば近接はフルバルカンでいいでしょう。コムがレベル28になり、近接射撃ラストスキル、デュエル習得。デュエルは戦闘ごとに発動し、敵の部位を狙い撃ち。育成中は使わないスキルですが、育成が終わったのなら、バルカン、デュエル、スピード、スイッチ、胴体をガチごとに破壊して即爆散。という光景が見られるようになります。デュエル使わない方が、
ド派手で好きですけどね。言ってる間に最新型に転型し、見た目はドジっとかっこいいのですが、大型機動兵器は遠距離に弱い。それは敵も味方も同じこと。歩いただけでボンガボンガミサイルを撃たれ、グリーズ隊員は泣きながら交代。炎に隣接したにもかかわらず、攻撃することもなく行動終了してしまった。いけないな、叩き打ち。ずるんじゃなかったね。わーい、レベルアップだ。キースがレベル27に到達。ショート8000を超え、デュエルも習得。炎で攻撃すると倒してしまうので、グレゴリオで挨拶。クロスターに遠く及ばない金属加砲。おまけに腕がないので体位のスイッチも使用不能。そのクソデカ顔面砲を風に顔に。かくしてグリーズ隊員の復讐はウンスみたいな機体のせいで台無しになりましたとさ。ミッション16攻略完了です。あー、生き返るわ。今日のアンブッシュには何点もらえるかしら。基本報酬2万、残虐行為手当13609円。一方その頃、敵大型機動兵器の侵入が確認された。行けるか。単語6、了解。すぐ向かう。単語6から前期デカ物が出た。エリア2ポイント1に移動する。パラダイスバーガーの前だ。なんだって。破壊されたらジャンクはお預けだ。単語7から前期、みんな俺のために死ぬ気で戦ってくれ。オーケー。こちら単語20、帰ったら自分のスタンプカードを進呈します。単語20、支援を感謝する。スリム人形が当たったらお前にやるぞ。こちら単語6、慈悲到着する。状況を知らせろ。デカブスが当たり構わず撃ちまくってやがる。くそ、たった今スタンプカードは無効になった。トニーズもだ。単語6から前期、聞いた通りだ。しばらく飯は基地で食え。といったところで今回は終了です。次回特別ミッションと横流し。それでは皆さん、お達者で。